はい、格闘速報です。クレベル小池、斉藤豊に暴言。斉藤口だけ弱い、レベルが違う、など、クレベル小池選手が自身の YouTube で斉藤豊選手のことをめちゃめちゃに悪口を言っていました。斉藤豊選手の話題に振られた時に、誰？斉藤。斉藤口だけ、もう落ちた。今はもうやりたくない。レベルが全然違うな。これは自分だけじゃない。当たり前だと思う。と、斉藤豊選手のことについて、かなり貶としめる発言をしていました。ケラモフ戦も勝利したが内容が…朝倉未来にも負けている。3試合負けている。実質、ケラモフ戦を入れて4試合負けている。同じレベルではない。斉藤、しょうがない、弱い。と、ずっと斉藤選手について、ディスっていました。また牛久潤太郎は斉藤豊に勝って変わった、強くなったとも話していました。次のタイトル戦怪我せずに来い、待ってるよと牛久潤太郎選手にも宣々布告していました。また最後にダメ押しで斉藤豊まだちょっと弱いけど頑張ってね、 3,4 試合勝ったらやってもいい、とりあえず今はやめとくと散々でした。なぜクレベル小池が自身の YouTube でここまで煽るかというと、実は理由があります。クレベル小池選手は昨年の10月にタイトル戦をするしないでかなり揉めたのですが、クレベル側がわがままでタイトル戦をしなかったことになっていますが、実際クレベル選手は足を怪我しており直前でできなくなったのが真実とのことです。というのもクレベル選手は自身で言っていましたが、今まで30試合近くやってきて欠場したのが今回が初めてだったそうです。わがままでやめたのではなく本当に怪我したのにもかかわらず、ライジン側がクレベル小池選手のことを悪役扱いし、斉藤豊選手もかなりその件について話していたので、クレベル選手は怒って今回のような暴言を吐いたのではないでしょうか。ただ斉藤豊選手はここから3連勝4連勝してクレベル選手と因縁マッチをしてほしいと思います。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければコンビニダイエットご飯もご覧ください。それではさよなら。